前ら夜道に気をつけろ。どうも、ゆめちゆきです。さて皆さん、今日ここどこにいるか分かりますか？っていうか、もう分からなきゃおかしいでしょ。みんな何をしてきたのっていうことなんですけれども、今日はなんとかの有名な世界一のヘルメットメーカーさん、新井の本社に来ております。新井さんですよ。すごくないですか？こんな感じで本社さんにはたくさんかっこいい新井のヘルメットが並んでたりとか、レーシングスーツとかもたくさんあります。もう超かっこいいです。また後でいろいろと紹介するんですけど、今日は新井さんでヘルメットの採寸とかフィッティングとかヘルメットのことについていろいろな質問を聞いていただこうということで、今回新井の本社さんのゴッド神様こと上って書いて神さん、神さんに今回動画に出ていただくことになりました。ありがとうございます。お願いします。私、あの新井のヘルメットを一番最初にバイク今日こうやって本社に来ることができてすごく嬉しいです。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。最初に選んでいただきまして、はい、ありがとうございます。今でも大切に持っておりますもう何年も経ったのでさすがに鑑賞になってるんですけど、それでも一番最初に買ったヘルメットなのでずっと大事に保管してあります。ということで今日はいろんなことをこう聞いていこうと思うんですけど、はい、いいですか？できる頑張ってお答えします。ありがとうございます、はいはい、それではゴー。見てこれ、実際にレース中に選手の方が使ってて転倒しちゃったやつなんだって。へえ、こんな感じになるんですね。頭からこけるかも。私も一回サーキットでずっこけたことがあるんですけど、頭はあんまり傷がいかなかったんで。これとかも転倒中、ここにあるのは。そうですね、全部転倒して。あ、ほんと全部転倒、はい、結構見えてて大きいですよね。怖い。でも助かりましたよっていうんで、うんうん、ありがとうございます。で、こうヘルメットですね、返してもらった。ちゃんと守ってくれたっていう、素晴らしい。この4輪ですね。4輪ですね。結構車の中ですから、やっぱり挟まれたりっていうところが多いので、どっちかっていうと保護面積が広いんですよね。だから窓もちっちゃいじゃないですか。ちっちゃい。でもどっちかっていうよりガッチリと、挟まれた時にも頭を守る。中はこうやって燃えにくいのが特殊な生地。そんな違いがあるの、かっこいい。車はバックミラーがありますから、あまり大きな視界が必要ないので、窓はどっちかというと小さい2輪と比べると非常に狭いです。本当だ、全然違う、はい、みんなわかるかな、こういう風に比べると。面白い。わかりやすい。わかりやすい、本当にヘルメット大事。ヘルメットの部品ってこの外側の硬い包帯と中に入ってる発泡スチロール、緩衝ラインと、あと顎紐っていうのが三大要素です。実はどのメーカーも同じです。これの上にこれがかぶさってるって感じですか？うん、この中にこれがこう入ってる。外から受けた衝撃を、中でも優しく守ってあげる。あれが入ってるんだね、いつも守ってくれてる見た目だと発泡スチロールだからパキッといっちゃいそうだけど、めっちゃ硬い。すげえ硬い、この発泡スチロール硬っ。他のメーカーさんもこうやって発泡スチロールでみんな中に入ってるんで、また他のメーカーさんと違うっていうのは、ちょっと色がついてる。うん、ついてます、ついてます。これは同じこの発泡スチロールの材質で硬さが違うんですよ。そうなんだ。これとこっての開口部分なんですね。ここの部分、後ろのこういった開口部分。開口部分ってこうヘルメットの弱いところなんですよね。こういったところに衝撃が走ると、みんなこういうふうにないところに衝撃が走っているので、ヘルメットの弱いところがむしろ中の発泡スチロールをちょっと硬くしてあるんです。で、胴体が割れないようにいて、頭頂部分っていうのは広い範囲で頭はスペースがあるので、どちらかというと頭頂部は柔らかく守ってあげようっていうんで、柔らかい設定です。で、その中間の硬さがこの色の違いなんですよ。だからちょっと押してみると硬さが、ここが硬い部分、硬い。あ、本当めっちゃ違う。柔らかいでしょ。柔らかい。あ、本当だ。この指がね、沈み込む感じが全然違う。ここが中くらい。本当だ。すごい。発想が。新井の場合はこういった独自な技術をすることによって、強度を増したりとか、あとヘルメットをよりコンパクトにできるという技術の一つでもありますね。これが新井さんだけの技術というか、さすが、すごい
そうなんだ。これ色ついてるの気づかなかった。あ、実際はね、こう内側から黒く塗っちゃってるんでね、うん、見えませんけども、実際はこういった色のがヘルメットの中に入ってて、外は強く守ってあげて、中は優しく守ってあげます。めっちゃ考えられてる。嬉しい。これみんな洗い使いたくなっちゃうでしょ。もう使ってるかみんな。なんか私の悩みで、ヘルメットを自分の正しいサイズで被るとおでこの形がこちらだけポコンって腫れてるんですよ、韓国みたいに、はいはい、こう骨なのか分かんないんですけど、こっちは普通なんですけど、長時間ヘルメット被るとここが痛くなっちゃって、いつも S サイズが正しいサイズなんですけど、はい、M のを被ってるんですよ。あ、これどうにかなりませんかね。それはまあ頭をちょっと触らせていただいて、まあ、出てるところ、引っ込んでるところを拝見させていただいた上で若干の調整を。あ、ありがとうございます。お願いします、はい、これをちゃんと調整してもらえるということで楽しみ。初めて私は会ったサイズのヘルメットを被れるかもしれない。メジャーリングさせていただいた後に、このノンビスを使って、はい、頭の手帳という動きを働かせていただくっていう、はい、神様に。神様では言わない。神様。最初にですね、まあ普通のプロショップみたいなお客さんでも、はい、まずお客さんの頭をちょっと軽く形状を、はい、確認させていただいてからメジャーリングを始めます。ですから触りますね。はい。こういった形で。はい、なるほど。ここですね。そうなんです。そこがポコって。昔からこうなんです。それでもヘルメットかぶると頭右側で聞いたくなります。だから S サイズでも通常はこういう風にかぶってると当たってきちゃって痛くなってくるのを若干調整をかけて頭自体をちょっと、ね、下に動かすんですよ。あ、下に、うん、頭自体をちょっと下にこう行くような形でヘルメットを気持ちちょっと上に上げるんです、うんうんうん、そして今まで当たったところが広いスペースに移動するんで、少し隙間ができるわけですね。なるほど。そういった調整の方がいいのかなという感じがします。ただヘルメットだけでかくしちゃうと、うん、全体的に大きくなっちゃうんで、うん、まあ、街中はいいとして高速道路走ったりとか、ちょっとサーキットなんかでストレートにちょっとこうスピード的に動いちゃう、うん、で内装だけで分厚くしてもやっぱりスポンジでフィッティングだけなので、こうふかふかなフィッティングになっちゃう、まあ、できればベース的なヘルメットは S サイズで調整された方が一番いいかなって感じ。そしたらちょっとデザインを検索させていただきますね。それと髪型年間としてはこんな感じですか。こんな感じです。そわそわしますね。センチでいうと 56.4 ですね。一番大きいところ、おでこ周りの。うちのヘルメットの場合はセンチ表示でお店で売ってたりするので、うん、それっていうのが今測ったような位置のセンチを目安に、じゃあまず試着してみてくださいねっていうところであるので、ヨミさんの先生は 56.4 なんで、56以内であればもうこっち別に確実に考えてもらったらいいんですけど、場合によってはこの57、58という一つ大きいサイズでも対応できるかなという感じはするんですけども、まあ、あとはかぶった時そのモデルごとによってフィッティングも違うんで、ツーリング系のゆったりしたモデルだったらこちらの方がいいかもしれないし、 RX7 のようなちょっとかぶりがある相手のフィッティングがピタッとしてるものですと57、58で若干調整した方がいいのかもしれないですし、 S と M の間みたいな小玉らしいです。まあできればね、そんなに体型も大きくないので、 M サイズになっちゃってヘルメットしても一回り大きくなっちゃうので、まあ、できれば S サイズの方が全体的なバランスがいいのかなっていう感じがします。外人さんとか、まあ、そうですね、はい、日本人はどっちかというとこの、まあ、普通であったりとか、どっちかというと横調が張ってる方が多いんですけど、最近の若い方はどちらかというと、まあ、小生活の違いもあるんですかね、結構外国の方に近いのは横が狭くて前後に長いっていう、へ、特に欧米人の方はこういった骨格が見える、ね、欧米人骨格。ここが長い、そっちが長いのかな。そうですね、そっちが長いですね。で横がちっちゃい、どちらかというとそうですね、らしいです。こっちが私は長いらしいです。おでこもこっちポコってなってるしね。だからなおさらその S サイズで普通にかぶってると、そのポコっとした分だけ、まあ余計縦長だけで考えると
こちらの M サイズの方がサイズ的にはいいと思いますし、だから M サイズベースで横を少し調整をしてかぶるとした方が、もしかして1日ツーリングで出かけるとか先週かぶってるとかっていうのはそちらの方がいいですし、サーキット走行みたいに20分30分で1本走りますっていう短い時間でしっかりとしたかぶり心地が欲しいっていうのであれば S サイズでもいけちゃうのが、ヨミスさんの頭の形からするとサイズがスムーズなんですけど、はい、今測った段階ではこちらをベースにの方が、特にここが当たっていたいっていうのを考えると M サイズで調整を写真撮って使っていただいた方が入りには使えるかなっていう感じがします、はい、まあ、それはモデルによって若干違うので、やっぱり直にかぶってみて確認をした方がいいと思いますけども、まあ、ちょっと今回カスタム GX の方もどちらかというとかぶり心地的には柔らかくてちょっと緩い設定になっているので、もしかしたらカンカム J よりかはかぶりやすいのかもしれなくて、 S の方がいい感じもあるので、それはちょっとこの後で比べてみて、はい、まあ、最終的にサイズを決めるということにしましょうか。はい、今こう二輪館さんとかこういった試着するときってこういうふうに皆さん被られる、感染予防でそういうの被ったりとかして、そう、今特にお店さんはご試着はそういった形でしてるんです。一応被るか、どうですか、ちょこっと見えるかですね。はい、じゃあ顎ひもを両手で持ってこう広げながら、こめかみあたりか、こめかみあたりから、こめかみってどこでしたっけ、こめかみあたりから顔がし怖くないですか。あーでも全然きつくないなこれ、私こんな感じだったの。でもさっきほら比較的ゆったりとして作られてるっておっしゃってたから、なんかスリム系のモデルなんで長時間かぶっても使いにくいようなフィッティングであったりとか内装になっているので、試着した際は頭振って確認したり、そうですね、やっぱりその自分のその振った動きと一緒についてくるぐらいな。これちょっと面白い。動きます、いや、そんなに動いてる感じはしないし、うん、ちゃんとあれですね、体も振ってますね、なんか、もう頭痛くならなさそうだな、その感じだと。長時間かぶってくると痛くなる場合もある感じ。もうその時は最初から割と痛いとか当たってるなっていう感じある？なんかその頭痛くなった時に被ってたヘルメットたちと内装の柔らかさが違う感じがする。被り心地がそう。被り心地が違います。結構ゆったりですねこれ。そうですね。そういったところでは若干その進化はしてるので。痛くならないかもこれだったら。ちょっとこの白いのこれ取って被ってみてもいいですか？今回大丈夫そうな感じですね。いやこれ大丈夫ですね。で一応今も被ってみたいですけど、でかいですかね。でかいことはでかいと思いますよ。ヘルメット自体の幅が大きいですから。では M サイズ。いかがですか。あ、でかいな。でかさは。あ、入りますね。まあ、されてるかも。やっぱりこっちの方が合ってる感じ。見た感じもこちらの方が合ってる感じしますね。あと本人がここの部分が OK っていうんであればもうこちらをおすすめしますね。へー、なんて難しい頭の形なんだ。確かに選挙よりかは揺れるな、やっぱり。あ、本当だ、外から見てても揺れる感じは揺れてますよね、うん、あ、めっちゃ揺れる、縦がすごい揺れる。使ったことない、森止め多分使ったら感動しますよ。信号待ちでシールド開けなくてもいいわけじゃないですか。確かに信号待ちで毎回曇るからな。曇らないやつ。ありがとうございます。そういうのも買ってみよう。いつもこうやってパカ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 開けてたから、なんか被ってみた感じも S な感じがしますね。 S ですか。 S ですな。 S で行きましょう。写真で見たときは赤かっこいいなと思ったんですけど、現物見るとこの黒ベースにツヤが入っててこう光が反射して、こっちの方がツヤがかっこいいなって思ったりしてて、今赤か青かどっちにしようかめちゃめちゃ悩んでます。赤はねこっちですね。赤こっち、どう思います？皆さんどっちの方が好きですか？なんか決められない。バーリングは赤かっこいい
けど、この黒ベースにツヤが入ってるのもまたかっこいいんですよ。え、どっちの方がいいと思います？全然なくユキちゃんが赤っぽいね。黒の方がギュッと締まってるから、どっちがいいですか？未だにちょっと色が決められてないんですけれども、いろんな理由があってね、どっちもかっこいいしどっちも捨てがたいということで、まだまだ悩み中ですけど、まあ、いずれかはどっちかちゃんと決めなきゃいけないので、最終的に後日色を決めるので、どっちの色選んだかはバルコのニュースさんの記事でぜひ皆さん見てください。それでは本日も最後まで見てくださってどうもありがとうございました。お前ら早く寝ろよ。よいちゆきでした。バイバーイ。